演舞開演。どうも、本日はこちら、島田屋の稲庭風生ざるうどんを食べられます。以前食べた生そばと同じで、こちらも生という響きがいいですね。では、あの時を思い出しながら中身をご対面。こちらもこの粉がいい感じですね。でもさすがにこのままでは食べられませんので、茹でてきます。少々お待ちください。茹で上がりました。今日のうどんもそばに負けず劣らず、いい色ですね。ちょっとおそばより時間が長いのは、短気な自分としてはよかったかもしれませんが、はい、ではおつゆの出番。今日も小鉢がないので、コップでいきます。おつゆの準備できました。ではいただきます。確かに丸亀製麺さんにも負けてませんね、このコシ。やはり生というだけあって、弾力が今まで食べてきたザルうどんとは全然違いましたね。もちっとしてしっかりコシを感じられる、そういうおうどんでした。これが結構手軽に作れるのは嬉しいですね。もちっとした弾力を味わいたい方はぜひ食べてみてください。おつゆも旨味が効いていて美味しかったですよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。